カワウによる水産資源の食害については、その対策について過去に小泉から経済文教委員会で質問させていただいています。平成28年6月の同委員会におけるカワウの生息地被害額の算定等についてのイノシカ対策課長答弁状況を確認させていただきたい。1点目、生息地につきましては漁業関係者からの聞き取りにおいて千曲川の村山橋上流付近に群生していること。2点目、被害額の算定につきましては漁業協同組合ごとに算定の仕方が違うということで客観的な数値化が非常に難しいと感じていること。3点目、鳥獣被害への対応の優先度につきましてはイノシシ、シカ等の農業被害対策を優先したいこと。県庁にデータを提供させ被害額を算定いたしました。生坂村の日野橋、安仁屋の大安寺橋の2カ所のカワウのねぐらまたコロニーについてそれぞれのカワウによる被害金額を市内に事務所のある犀川殖産漁協および相花川水系漁協等の遊漁料収入で安分したところ2036万2000円であると明らかになりました。長野市鳥獣被害防止計画にはイノシシによる被害1200万円余りおよび日本時間同じく1000万円余りとありますが、これら鳥獣よりもカワウの被害の方が大きいわけですね。犀川はニジマス釣りの聖地である。漁協は漁場管理を通じて市の観光消費額の確保と中山間地の資産保全に貢献しています。カワウを鳥獣被害防止計画の対象に追加し積極的に対策していくべきではないでしょうか。お答えいたします。カワウ被害額につきましては小泉議員が詳細なデータをもとに算定された内容は十分理解いたしました。今後は漁業関係者や長野県とも連携をいたしまして本市といたしましても被害の把握に努め長野市鳥獣被害防止計画において指定鳥獣に追加することを検討してまいりたいと考えております。市長の前向きな答弁に感謝します。市と市内関係団体相互間の協議の場を作ってお話し合い対応する必要があるのではないでしょうか。また近隣市町村とも連携を図る必要があるのではないでしょうか。伺います。村山橋上流のコロニーも含めましたカワウ対策につきましてはカワウ対策の専門家や長野県、市内の漁協関係者、猟友会等の関係団体と協議する場を設けてまいります。でその協議の中で近隣市町村との連携につきましても併せて検討してまいります。以上です。はい、しっかり今後もカワウの対策をしていっていただきたいと思います。